みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。みんな、行くぞ。君に合わせる。 入れる必要がありそうも。少し周り。ああ、それがよ。見つかったか。私が相手だ。助かるぜ。 僕が相手になろう。助かるぜ。ワイドタッチ。私が相手だ。トッショットよ。エアファング。危なれない戦いぶりだったよ、セナ。ふふん。私の力見せられたみたいだね。あの部屋怪しくねえか。裏から入れるかもしれないな。 ワイドタッチ。危なげない戦いぶりだったよ、セナ。ふふん。私の力見せられたみたいだね。 休憩も大事だよね。 次の目的地を目指そう。桃、動きましたも。これでエレベーターを動かせるはずも。 さすがリクだな。こういうのに詳しいのがいると助かるぜ。これぐらい朝飯前も。よし、行こう。はい。下に降りられそうだね。 なんだこいつら。面倒だが、一仕事やるしかないな。時間を食ってる暇はないんだ。さっさとやっちまおうぜ。マナナも戦いますも。え、あ、そうですな。マナナ、なんて無茶な。やりましたな。ダメ、マナナ止まって。鍋を
けドキドキしましたもん。見てるこっちはハラハラしたよ。まったくだぜ。む、はあ、まだな、料理以外でもお役に立てますもん。それを言うためだけに突っ込んだもん。行動で示すことが大事ですもん。鍋を投げてその上に乗るなんて、頑丈が売りの鍋ですもん。ご信用にも使えますもん。そういうことじゃないもん。マナナ、リクはね、マナナのことを心配してくれてるんじゃないかな。そうなんですもん。別にそういうわけじゃ。ありがとうですもん。でもマナナは大丈夫ですもん。だってよ、心配だから。別に心配とかじゃないもん。照れんなよ、悪いことじゃないんだし。照れてないもん。ノア、なんとか言ってやってほしいもん。仲間に怪我してほしくなかったんだ。それでいいだろ。もでも、リクの言うことももっともだ。これからは無茶せずに助け合っていこう。わかりましたもん。無茶はしませんもん。話はまとまったようだな。さあ、これで下に降りるぞ。違うもん。これはそこは大丈夫もん。リクがいるもん。頼りにしてるよリク。任せるもん。まずはこの辺りを探してみるもん。これでは
さそうだ。桃、それは別の。こうやって鉱石探すの意外と楽しいね。うん、でも区別がつかなくてちょっとだけ困るかも。似てるけど別物も。わかんねえよ。でもいらないものじゃないからもっと。ニクの探してるお宝本当に見つかんのか。この辺にはないみたいだね。もっと奥へ進まないといけないのかな。注意を怠らずに戦おう。警戒は怠らないで。見つかっちゃった。戦の準備を。敵が相手だ。助かった。冗談しろ。敵が離れちまった。ミア行こう。スーパーリロード。マーヘッド。待て、倒す。スーパーリライエッジ。ノアならもっとやれるよな。待て、ドラゴンスキル。ダイヤスアウト。ミオちゃん見てくれた。うん、セナかっこよかったよ。地面から出てきたとしておけない。何か落としたな。地面から出てきたと思ったら何か落としたな。よっ、それって珍しいの。注意を怠らずに戦おう。警戒は怠らないで。フラッシュブラスト。激怒。ワイドスラッシュインパクト。アッパースラッシュ。エアファンズ。僕が相手にだろ。もう一度暴れしてやるか。カッパーヘッド。そこだ。見込み通りの結果だな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。本当に石が好きそうですもん。たくさん拾ってましたもん。ジェムストーンや鉱石はそこらに転がってる石とは違うもん。それにさっき拾った鉱石も使い道がちゃんとあるもん。
マナナには分かりませんも。リクはちゃんと見分けられてたし、そういうのに詳しいんだよね。まあ少しだけも。謙遜してんなよ。リクは集めんのも使うのもうまいんだぜ。余計なことは言わなくていいもん。余計なことなんかじゃないよ。好きなことがあるっていいことだし。そうですもん。よかったなリク、石集めが認められてよ。鉱石とジェムストーンも。だいたい素材の調達から整備まで全部リクがやってるもん。大事な装備を整えてみんなが生きて帰れるようにするのがリクの務めも。リクは自分の仕事をしてるだけも。ランツとは違うもん。おい、俺だってそこそこちゃんとやってんだろ。そうなんだ、すごいね。そんなことまで考えてて。話しすぎたもん。らしくないことしたもん。そんなことはないさ。理解を深められるのは悪いことじゃないだろ。そうですもん。仲良くなれるのは大切なことですもん。仲良くなるためにもっとお互いのことを知れたらって思わない？なるほどですもん。お互いを知るのも大事ですもん。あ、そうですもん。そういうことなら次はマナナの好きをお見せしますもん。次って別に順番じゃ。お任せあれですもん。マナナの得意ですぐに分かってもらえますもん。あそこがいいですもん。休憩しますもん。ここもきっちり探索しないとな。あそこで休めそうだよ。見張りの順番を決めておくよ。行動記録を残しておこう。はあ、疲れた疲れた。おさすがにうめえな。歩き回ってるとこういう濃い味付けが体に染み渡ってくるぜ。ああ不思議と疲れが飛んでいくよ。レーションばっかりじゃ味気ないし、こういう楽しみがないとね。えへんですもん。体温さんのご飯が大惨事だからマナナ頑張って料理を覚えましたもん。そいつは初耳だ。やばいのか？やばやばですもん。効率よく摂取でき、持ち運びなどの機能面を重視した食事だっただけだ。それにあれはすでに改善されている。ってことは前はヤバかったってことだろ。でも私は好きだよ体温の料理。ちょっと個性的な時もあるけど。大丈夫さ、飲み込んでしまえば大抵のものはなんとかなる。それってフォロー？おかわりはあるもん。お？どうしたもん。なんだよリク、好物でも入ってたか？好物とかじゃないもん。マナナの努力が伝わる味だったもん。それを残すのは失礼もん。実はチリチリジャコを隠し味に入れてましたもん。気づいてくれて嬉しいですもん。もうそれは知らなかったもん。そうなんですもん。でも今知ってくれたからいいですもん。リクのおかわりは山盛りで持ってきますもん。あれでいいのか？おいしいからおかわりをしたんだよ。マナナもそれが分かったからきっと良かったんじゃないかな。それだけ嬉しかったってことだね。素直に言葉を受け取れるのはマナナのいいところだと思うけどな。素直すぎるかもしれないけどね。それに加えて無邪気であるというのがモポン族の特徴だ。素直で無邪気ね。リクも十分素直でいいノポンも。そういうことにしておくか。リクだってジェムストーンや鉱石を探してるときすごく真剣だったもんね。好きなことに本気になれるのは本当にいいことだよ。セナはいいやつも。ランツにはこういうところがないもん。
おい、どうして俺なんだよ。この先、リクの好きなお宝があるかもしれないな。じゃあ、頑張って探さなきゃね。そうだったもん。この辺りにお宝の匂いがプンプンするもん。よし、一休みしたら探してみよう。了解も。絶対見つけるもん。ここ渡らなきゃダメか。ここしか道はない。下を見ないようにするんだ。僕が相手になろう。作戦通りだね、カイオン。やばい、敵が離れちまった。倒し、やっ、インパクト、撃しろ。エアスラッシュ、セナ、いいよ。エゴ行かせて。助かったよ。スラッシュ、置いてろ。危ならない戦いぶりだった。ふふん、私の力、見せられたみたいだね。待て、リク、マナナ。モモモ。リクとしたことが迂闊だったもん。待ってろ、今助けに。ダメだ、こっちにも来ている。ジェムストーンを捨てて、モンスターはそれが狙いみたい。これは大事なものですもん。捨てられませんもん。もう、リクの不注意で巻き込んでしまって申し訳ないもん。ジェムストーンを向こうに捨ててほしいもん。リクにとってのお宝じゃないですもん。そうもん。だけどそれを捨てればモンスターは向こうに行くもん。諦めるにはまだ早いですもん。もう、こんなのピンチでもなんでもないですもん。それにリクはお宝は全部いただいていくって言いましたもん。でもノポは戦わないもん。そんなことありませんもん。ミオさんやノアさんたちみたいにはなれなくても、リクとマナナが力を合わせればこれぐらいへっちゃらですもん。リクはそう思いませんもん。マナさま、こんなところで諦めるなんてリクはどうかしてたもん。お宝ももらってモンスターだって倒すもん。そういうことですもん。くじけるにはまだ早いですもん。せーの、大成功ですもん。ったく、やるじゃねえか、まんまるコンビ。よかった、戻ってきた。ご心配をおかけしましたもん。ノポンの本領発揮はここからも。そうですもん。一人では無理でも二人なら力を合わせて戦いますもん。モンスターの怒りにジェムストーンを渡さないもん。全力
どうなるかと思ったぜ。ああ、それにしても驚いたよ、リクとマナナが。本当だよ、あんなに戦えるなんて。リクは優秀なノポンも。ノーアルノポンは耳を隠すも。隠れてねえよ。だけど一緒に戦ってくれるならこんなに心強いことはないよ。心配かけてごめんなさいですも。でもリクと力を合わせれば戦えますもん。それにちゃんとジェムストーンも手に入れましたもん。リクとマナナの頑張りのおかげだね。そうも、最高のお宝がゲットできたのはリクのおかげも。調子いいこと言いやがって。ひとまずの危機は乗り切ったんだ。このまま先へ進もう。そうだな、まだ行動を抜けたわけじゃない。気を緩めずに行こう。マナナ頑張りますもん。頼りにしてるよマナナ。リク、うん、リクは自分の仕事をするだけも。人気者のノッポンが手助けするも、力を合わせて頑張りますもん。リクとマナナって案外いいコンビじゃねえか。リクがそれを聞いたら今まで以上にムスッとしそうだな。ブラッシュブラッシュ、 やらせて、 叩けて。
こいつは煙幕か。匂いが変も、これただの煙じゃないもん。煙の中から
煙、麻痺弾か。なんなんだこいつら。アグヌスの兵士ですもん。この戦い方は知ってるのか。コロニー13の特殊戦法。時と同じだってのか。でもこいつらはアグネスの兵士だぞ。わからない。なんでこの戦法を。本当に軍務長なのか。厄介だよこいつは。どっから襲われるか分かったもんじゃねえ。水だ。水？ああ、ここの地下には水脈がある。そこから外へと出られる。逃げられるってこと？タイオン、決めろ。俺はお前の判断を信じる。ダンツ、そうだ、逃げるしかない。今はそれが最善と僕は判断する。そうと決まれば急ぐぜ。案内しろ。了解だ。対処するか。待つのがじれったい。まさか僕たちの行動が読まれていたのか。今は気にしちゃダメ。水脈に向かうのを優先しよう。麻痺弾ってきつい。ああ、まさかあんな代物を使ってくるとはね。ここだ。来たよ。見えないけどすごい数だってわかる。飛び込むぞ。息を目いっぱい溜めろ。ここってどんなところなんだろう。何があるんだろう。この辺りには何があるのか。あの装備じゃ追ってこれないみたいだな。これで一安心だね。
はり、イスルギ軍務長。久しぶりだな、タイオン。あいつ。やはりあなたも、ウロボロスの。僕たちの抹殺を命令されているんですか。少し違うな。え？気づいているんだろう。この作戦はあの時と同じだ。ナミが死んだあの時と。お前ならこのルートを選択すると思っていた。だからこうして待ち受けていたんだ。わざわざあの時と同じ状況を再現してな。どうしてそんなこと。理由？そうだな、あえて言うなら、今一度核を知らしめ、思い知らせ、絶望させるためだ。お前の心を、お前たらしめている全てを足元から粉砕するために。これは復讐だ。志半ばで死に追いやられたナミの怨嗟だ。お前自身の過去が今のお前を断罪するんだよ。ナミがお前に託したものだろう。そのまま持っていろ。僕のせいです。僕が意地を張ったから。もっと慎重な作戦を提示していれば、そのせいで作戦課長は、ナミさんは。僕には重すぎます。資格がない。僕のせいなんですね。誰よりも優しかった軍務長に、ナミさんの命を奪った敵の戦法を使わせてしまったのは、そこまでしてこの僕を殺そうと、そう決意させてしまったのは。その通りだ、タイオン。過去は人を狂わすんだよ。お前たちにも聞かせてやる、ナミの怨嗟の声を。頭を使ってみるか。まさかの過去を強化したんだ。まずは俺が
せよ。リクが遅れを取るわけないぞ。加減しぶといぞ。イスルギグム長、もうやめてください。しやがって、ねえ、こうなったら幻影者とも全て吹き飛ばしてやる。
んなの俺だって防ぎきれねえ。体温はウロボロスに慣れた。私だって。ラズ、ついてきて。なんだって。いいから早く。終わりだ。体温。体温もみんなもあんたなんかに絶対にやらせない。勘がいいなランズ。なんで止める。こいつが出しゃばりさえしなければ。お前を守りたかったんだ。もういい。喧嘩はやめて。ねえ、なんでハマ。私さっきの一応はじめましてかな。やめてください、軍務長。僕たちはあなたと戦う理由がない。それでも命が欲しいというなら、僕のをあげます。太陽？それであなたの気が済むなら、ナミさんの恨みが晴れるなら、僕は…軍務長が泥んこになったもん。震えるほど懐かしいって感情がわかるかい？その声。久しぶり。忘れてた。懐かしい。そういう時間を感じる言葉って
10年そこそこの一生じゃ所詮言葉でしかないよね。実感がない。でもね、まさかノア、ユーニ、リク、ランツ、今の僕は感動的ですらあるんだ。ギョラン、本当に泣きたいくらいだよ。ギョラン、お前、ギョラン知っているの？いえ、そう、ヨラン、あの瓦礫と炎の中、アグネスとの戦闘で死んだ昔の仲間だけど、本当なのか？そんなことが。あの記憶が間違いでない限り。ノア？ヨラン！お前、あのヨランなのか？生きていたのか？生きていた？違うね。死んだんだよ、僕は。あの時。だからこうしていられる。僕の名はジェイ。僕はメビウスになったんだ。メビウスだって？ヨラン、おかげでこの力を手に入れた。僕はね、人の記憶を泥人形に移し替えることができるんだ。泥人形に移し替える、だっての。何を知ってたっていうの？何も知らないくせに。これが僕なんだよ、ユーニ。本当の僕だ。隠す必要なんてない。ありのままでいいんだ。メビウスになって僕は絶好調なのさ。だから感じてよ、僕の喜びを、僕のこの高まりを。Thank you.
リクが奥へ行くのは何だ。
わりじゃないぞ。感じてくれたかな、僕の高まり。ふざけんな。何が高まりだよ。これが本当のお前なのかよ。俺たちを救ってくれたあのヨランなのかよ。ヨラン、ヨラン、ヨラン、ヨラン！わからない？全然わからない？あの瞬間、僕は君たちを超えたんだよ。君たちのそのちっぽけな命を救うことで。最高だったよ、ランツ。ヨラン。ああ、楽しかった。
今日はもう十分かな。楽しいことの独り占めはダメ。次の人に譲らないとね。なんだと？ありがとう、ランツ。君のおかげで僕は今こうしていられるんだ。じゃあね。滝の裏にあるのかな。忘れずに記録って。